はい、今日はイオンオリジナルの日産フェアレディ Z ヘリテージエディション仕様を開けていきます。お、なかなかかっこいいね。じゃあしっかり見ていきます。で、全体的にはボディカラー、これ写真ではイエローっぽかったけど、実際これオレンジ色っぽいカラーリングだね。正面から見ると、まあ、日産のエンブレムがあって、でヘッドライトはこれはまあ塗装になってます。でボンネットのところからリアにかけてのこのラインが一番特徴的なデザインなのかな。で横から見るとこれも特徴的なラインがあって Z370 だね。でちゃんとドアノブはシルバーの塗装がされてます。でリアの方は、まあ、ここに日産のエンブレムだね。でタイヤはこれはいつも通りサスペンションがついてます。であとドアが、左右のドアが開くね。で運転席は当然右ハンドルになってます。で後ろを見るとナンバー55番、2008年の車種になってるね。比較的おとなしめのデザインのように見えるけど、これ実際ヘリテージエディションっていうのは実車であるんだね、知らなかったけど。で実際日産のホームページとかを見るとあるね、ヘリテージエディションってこんな感じのアルファベットなんだね。価格は408万円からです。だってすごいね。で下の方を見ていくとカラーリングはこれなのかな、プレミアムウルティメイトイエローって書いてるのかな。こんな感じでちゃんと実車として存在してる車でした。で箱の方は正面にイオンオリジナルマークがあって、で横とかはいつも通りかな。さあね、で後ろの方は、まあ、日産のライセンスがあるね。はい、今日はイオンオリジナルのフェアリー Z ヘリテージエディション仕様を開けてみました。まあ、いつも通りイオンオリジナル安定のかっこよさだね。で今日の朝早く並んでこれ買ったけど、入荷数はそれなりに多そうだったね。はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。